ごめんなさいね、ミリス。グエンドリンも救えませんでした。そんなに謝らないでください。ベルベット様が悪いわけではありませんわ。魔王に魔法をかけられて、どうすることもできません。その古城へ行きますわ、ミリス。私、あの方が好きなんです。きっと私にも何かできることがありますわ。先生の具合はどうです？まだ容体が悪いのですが、医者の忠告も聞かないで書斎に閉じこもってしまって、ずっと書き物をしているようなのです。心配で。クロイツ先生、いらっしゃいませ。ご注文。かしこまりました。お待たせいたしました。以上でよろしいでしょうか。かしこまりました。以上でよろしいでしょうか。かしこまりました。以上でよろしいでしょうか。ありがとうございました。ミリス、それでは私は古城へ、グエンドリン様のおそばに参ります。あの子お願いね。もちろんです。あの方を守ってみせますわ。気をつけて。あなたも。また彼らが来るかもしれない。大丈夫よ、心配しないで。彼らとは何かあったのですか？ベルベット様がおられない間に、再びゴブリンたちがやってきて、町にあるコインを奪われたのです。おじい様の仕業だ。でも大丈夫です。背中に剣を携えたあの方が、コインを取り戻してくれました。あの方？タイタニアが故郷だそうで、戻って行かれました。タイタニアへ。その方の名は、何とおっしゃったかしら？コルネリウスというお名前です。とても強い方ですよ。コルネリウス様ですって？まさかコルネリウス様にプーカの呪いが？どうして？誰が一体？変身の書のちぎられた項目。イングヴェはここに来てないのですか？王子様はあれから全くお見かけしておりませんわ。タイタニア、コルネリウス様。Yeah!
Thank you.
いらっしゃい。はっきり言って。
Yep.
お主、男のことで悩んでいるそうが出ておる。しかも、もうすぐ危機が訪れるともあるぞ。わしはしがない占い師、わかるのはそこまでじゃ。色っぽい、うちは美人や。